茶いる？ああいいよ、俺やるから。川すっごい綺麗だったね。都会じゃ見られない景色とかもいっぱいで、やっぱ旅行っていいね。なんか今日一日でさ、マイナスイオンめっちゃ吸収した感じしない？ね。はい。この旅館もいいところでしょう。実は前に来たことあるんだ。違う違う、家族で。すごいいいところだったからさ、いつか連れてきたいなって思ってたんだ。そういえば前泊まった時もこの部屋だった気がするな。あ、っていうかここで大丈夫だった？つまんない？よかった。失礼します。はい、どうぞ。お食事は7時でよろしかったでしょうか？はい、大丈夫です。かしこまりました。ごゆっくりおくつろぎください。はい、ありがとうございます。なんか怖いね、あのおかみさん。前来た時、あ、どうだったっけな、あ、ちょっと覚えてないけど。ご飯7時か。じゃあその前の方がいいよな。ああ、いや、なんでもない、仕事の話。うん、それにしても静かなとこだね。まあ、ずいぶん歩くけど。疲れてない？大丈夫？ああ、そうだ。そうだ、そうだ。そのまま。大丈夫、変なことしないから。肩もんであげる。うん。はい。じっとして。はーい。うーわ、硬いね。仕事大変？そうだよね。毎日ほんと偉いね。すごいすごい。いつも本当にお疲れ様。はい。終わり。ねえ、肩すごい凝ってたけど、ちゃんと寝てる？もう。せっかく肌綺麗なんだから、ちゃんと寝て、美味しいもの食べて、ずっと綺麗なままでいてね。うん。まあでも今日ぐらいはさ、いつも頑張ってる分、ゆっくりしてよ。あ、なんかしてほしいことあったら言ってね。今日は何でもしてあげるから。今なんか聞こえた？気のせいか。ああ、ごめん、声の苦手だもんね。ごめんね、怖がらせるつもりはなかったんだ。ごめん。多分ね、空耳。うん、きっとそう。あ、なんかしよっか。心理テストとかどう？あ、大丈夫、普通のやつ。あの、サイコパス診断とかじゃないから。あの、怖くないやつ。いい？じゃあ行くよ。あー、ごめん。あー、ごめん。じゃあまず、あなたは、
洗い物をしています。全部きれいに洗ったつもりだったんだけど、一個だけ洗い残ってたものがありました。それは次のうちどれですか？ A お皿、 B お箸、 C スプーン、 D グラス。はい、決まった？あ、言わなくていいよ。頭の中に思い浮かべるだけでいいから。どう？よし。じゃあ答え合わせするね。この心理テストは、あなたのダメだって分かってるのに我慢できないことが分かります。はい。じゃあまず、A のお皿を選んだ人。あなたは、自分の部屋の掃除とか片付けをサボりがちです。まあ、掃除しようっていう気持ちはあるんだけど、明日やろう明日やろうって先延ばしにしがちなタイプ。心当たりある？ じゃあ次に B のお箸を選んだ人。あなたは浮気や不倫に走りがちです。自分や相手にパートナーがいてもその気持ちを抑えられない。まあむしろダメだって思ってるからこそ気持ちが盛り上がっちゃうタイプ。はい。じゃあ次。C の、スプーンを選んだ人。あなたは暴飲暴食がやめられません。美容とか健康に悪いって分かってるのに食べるのを我慢できない人。で、最後に D のグラスを選んだあなた。その人は嘘をつくのがやめられない人。みんなと正直にね、接したいって思ってるんだけど、まあどうしてもどっかで話を持っちゃう癖がついちゃってる人だね。どう？当たってた？ まあこういうのは、必ずしも全員に当てはまるわけじゃないからさ。ちなみに、答え聞かなかったのは、B のお箸だったら嫌だなって。何？ちょ、なんで笑ってんの？もう！ねえ、ちょっと！ねえ！どこにも行っちゃダメだからね。ありがとう。まあね。誰にでもさ、やめられないことってあるから。また聞こえた？え、聞こえたよね？いやいや、冗談じゃなくて、なんか赤ちゃんの声みたいな。前に泊まった時も聞こえたよな。聞こえた。あれ？なんで忘れてたんだろう。あ、そっか。思えば、あの時から。ああ、いや、そう。あの時から、頭の中は向こう側に行っちゃってたんだなーって。そろそろご飯の時間だね。準備しなくっちゃ。ん？ そうそう、準備準備。急がなくちゃねー。いやー、危なかったー。ご飯食べた後だとダメだからさ。いや、まあ別にダメじゃないんだけど、ほら、胃の中に食べ物残っちゃうから、時間経つと中途半端にさ、いろいろなんか溶けちゃって。それがもうすごい匂うんだよね。胃の中も洗わなきゃいけなくなるし。だから基本ご飯食べる前の方がいいんだ。綺麗。すごい綺麗だよ。やっぱり君はそのままがいいね。
大丈夫大丈夫、安心して、ちゃんと麻酔も用意してあるから。うん、痛くないよ。はい。いや、ふざけてないよ。だってこのために来たんだから。ちゃんと綺麗なまま持って帰れるように。やっぱり君はそのままがいいよ。うん。あ、動かないでね。手元狂って耳落としちゃうかもしんないから。うん、いいね、綺麗だよ。はあ、やっぱやめらんないな。いや、ダメだって分かってるんだけどね。あ、もしもし、どうもです。はい。あ、先日言ってた子なんですけど、あさっての昼ぐらいには届けられそうです。はい。あ、今回かなりいいんで期待してください。はい。はい、それじゃ。もうね、戻れないんだよ。はい、じっとして。さあ、ルーム。